ケンジンズ版、レムリアのプレシャスである黄金の剣だぜ。ある山中の台座に突き刺さっていたところを証に引き抜かれ、彼を主人に選び、冒険者は7人目の戦士となります。人間の言葉は話せず、ズバーン、ズバズバズバーンなどの言葉で感情を表すぜ。剣としては相当高い威力があり、何度も冒険者の窮地を救っています。人型はもちろんのこと巨大化も可能で、聖剣王座となり冒険列島や大冒険の武器になります。ズバーンの力の源は善意や喜びなどの周囲の人間の前向きな感情で、これがあるだけで自動的にエネルギーがチャージされる仕組みになってるぜ。それとは反対に喧嘩や絶望などの負の感情ではエネルギーがたまらないのと、冒険者との信頼関係が薄れると本来の実力が出せなくなってしまいます。実は意外と人間味がある剣で、カレーを作ったり服に紛れて一人でお買い物に行って塩を買ってきたりしたこともあります。冒険者の隠れたヒロインと呼んでも間違いないぜ。レムリアの支配者階級の血筋に当たる夏希には無条件で従うようになっていて、最終回で明石が宇宙へ旅立った後は正式に夏希が持ち主として認められました。マルちゃんのズバーンが食べたくなってきた。